皆様こんにちは。札幌グルメひんなひんなの群れです。本日ですね、ご紹介いたしますのはすすきのにございますカフェですね。なんとでホスカフェというお店でして、これ何かと言いますと、5月にねオープンしたんですけども、なんと夜はですねホストクラブのお店なんですよ。まあね、ちょっとツイッターで見かけて、いやめちゃくちゃ気になるこれと思って、やっぱり男性だとか、まあ、基本ホストって行ったことないですし、どんな内装なのかもわからないじゃないですか。なのでちょっと行ってみたんですよね。でなんとですね、4時から、6時の2時間だけの営業で、現時点ではドリンクだけしかないんですけどもね、今後サンドイッチだとかパスタだとかね、軽い軽食も出されるようです。で、お値段もね、ほんとね、チャージタウとかそういうのもほんとかからないです。カフェなのでもうドリンクだけなので、もう400円500円、まあご飯食べても1000円以内で楽しめるお店で、もう本当にね、夜はうわこんなところでホストの方々が頑張ってるんだなっていうのを思いながら、ドリンクを飲んでですね、ちょっとこういう雰囲気だとかを味わえるかと思います。まあね、ナンバーワンの方はね、年間何億売り上げましたとか、ルイ13世マグナムボトルは1000万だとかですね、もうちょっと本当に、よくわからない世界、夜はね、夜わけわからないと思う方が多い世界かもしれないですけども、お昼はね、ほんとカフェとして、しっかり営業されています。今回のね動画はほんとね、ちょっとさらっとした店内の紹介とドリンク、を飲んでる紹介なので短い動画ですけども、まあね、ちょっとどんなお店か行ってみてください。でホストね、もし気になった方は、まあ用法用量を守ってぜひ夜の時間帯もまあ行ってみてください。どんなお店か、ホストカフェのご紹介です。ではどうぞ。